つか指摘をいただいてございます。両方事例としては、福島の事故後、直ちに緊急安全対策を実施をしていることであるとか、ウォークダウンを実施していること、それから審査プロセスの透明性でございますとか、利害関係者との協議の在り方とか、これは次のページでございますけれども、こういうことを指摘をいただいてございます。他方、勧告助言も多数いただいておりまして、ちょっと簡単にご紹介申し上げますけれども、勧告の一つ目は、保安院がですね、7月に出した事業者に対する指示ですけれども、これ具体的にその審査において何を期待するのかっていうのをですね、もう少し明確に書いたらどうかというようなことをいただいてございます。でこれは我々としてもこの審査を通じてさまざま整理ができた点もありますので、審査の論点をですね、文書で何らかの形で取りまとめをしたいというふうに思ってございます。それから次の点はですね、今後その事業者に追加的な措置を求めるような場合には、それがしっかり文書にされて検査の対象になるような対策を取るべきであるということを言われております。これについても適切に対応していきたいと思いますし、確か前回の議論の時にこの委員からもですね、保安院として今後これどういうふうにフォローアップしていくのかっていうのはしっかり示すべきという意見をいただいておりますので、今回後で審査書案をご紹介しますけれども、その中でも少し今後の保安院の対応について記載をさせていただいてございます。それから3つ目は、原子力施設近隣の利害関係者との会合を行うべきであるという指摘をいただいてございます。これは地元への説明というのはしっかりやっていく所存でございます。ただどういう形でやっていくかっていうのはですね、これから地元との調整等もございますので、今申し上げられませんけれども、説明はしっかり行っていきたいと思います。それから次の指摘でございますけれども、適切な信頼性を有する許容安全余裕の定義を明確にすべきとがございます。これ許容値の考え方っていうのは審査書の中でも議論をさせていただいておりましたし、この議論の中でも何回か議論させていただきましたけれども、今般この IAEA からもご指摘をいただきましたので、改めて審査書の中でですね、整理をさせていただいて